い、皆さんこんにちは、レイです。今ここどこにいるか分かりますか？今羽田空港におります。ゴールデンウィークなんですけど、そんなに混んでないですね。こんな感じでご飯屋さんはですね、意外と空いてますね。ここ最近ですね、やってました海外オフロード旅にいよいよ出発するというところで荷物を預けたので、今から行ってまいります。というわけで、もう香港に着きました。で、香港着いたんだけど、今結構時間がやばくて、次の搭乗時間はあと10分ぐらいしかなくて、10分ぐらいしかないので、このバスがなんか行ったり来たり、バックしてやがって、で、今もちょっとターミナルの移動しなきゃいけなくて、着いたターミナルでトランスファームゲートも並んでて、そこもなんかちょっとね、前の方に行かせてもらったんだけど、力技でね。で、今残り10分ぐらいでですね、もう搭乗口行かなきゃいけないんだけど、バスが動かないんですよ、バス動かないんですよ。まあちょっとどうなるやら。はい、間に合いました。バスがね、動きまして、もうバス全然動かないからダメかと思ったんだけど、着いた。で、いざ着いたら周りなんかすげえこんな感じで静かなんですよ。なんか全然周りが慌ててる感じがなくて、で、今日一緒に行く人たちがですね、この辺にいますんで合流したいと思います。はい、結果間に合ったんですけど、なんかゲートがまた変わって、結果時間余裕があるっていう流れでした。ここからですね、最終目的地に向かってまいりますんで、お付き合いください。はい、というわけで、ここどこかまだわかんないでしょ、まだわかんないでしょ。遠くの方の建物が雰囲気だいぶ出てるんだけど、今回はですね、微笑みの国タイにやってまいりました。こんな感じのですね、ちょっとなんか雨降ったりとか天気微妙だったみたいなんだけども、今気持ちいいですね。多分気温はですね、28度、29度、なんか30度近くある感じですよね。で、今空港着いて、僕はね、荷物が先に出てきたので、アルバイサーズのバックパックと、ニューエラのバックパックね、2つ先に出てきたので、外に出てきて空気を吸ってるところです。あ、なんか味わいのある車が登場しましたね。こんな感じでタイの旅をお届けします。はい、というわけで、やっと今日のお宿に着きましたですよ。もうスクーターが通る感じがタイっぽいよね。そこが表通りなんですけど、表通りでなんか細かい屋台みたいなお店がもう並んでて、情緒たっぷりですね。で、今回泊まるのがですね、こちらでございます。こちらでございます。 TR レジデンスさんでお世話になります。で、こんなところでですね、今日参加者の方皆さん到着してですね、皆さんカバンがこんな感じで、すげえでかいですね。僕のカバンもこんな感じでやってきております。で、雰囲気すげえ良くてですね、で、明日から乗るバイクもこんな感じで用意されてて、すごい台数がこうやってバイク並んでるんですよ。で、しかもね、このホテルすごいのが、こんな感じのプールがあるんですよ。この青い感じかっこいいでしょ。ここでね、のんびりとね、癒されようかなと思います。この南国情緒たっぷりな感じ伝わりますか？どうですか？じゃあちょっと建物の中見ていきましょう。はい、後ろに見えてるのがプールです。プールの目の前の部屋ですね。じゃあそれで部屋の中入っていきましょう。今回僕泊まってるのが104っていう部屋ですね。こんな感じの部屋になってます。で、さっき受付で、早速今日のご褒美いただいてまいりました。お、今ね、カメラ撮ってる、今カメラわかるこんな感じの部屋ですね。で、ベッドがですね、超でかいですね。だから完全にこれバケーションでございますね、これ。で、こっちがですね、お風呂スペース、こんな感じで、シャワーがありますね。シャワー広いですね。あとで水圧の検査とかしたいですね。洗面所も綺麗で、鏡が大きくていいですね。
で虫が多いんでね、これあのバチバチするあのラケットが置いてますね。こんな感じの部屋でございます。さあ今ですね、夜のですね8時ぐらいなんですけども、あエアコンもついてる、すごい贅沢。あで窓が可愛い、なんか見せたいものがいっぱいある。まずここでですね一旦ちょっと、全裸になりまして、シャワー浴びまして、でこのコーラをいただいてですね、まずはお食事に行ってきたいと思います。あーうまい、あーうまい、うまい、あーもう超暑いです、汗びっちょりですね。夕方ですね、今日チェンマイ空港に降り立ったわけなんですけど、結局ね、温度見たらこんな感じ、はい、29度ぐらいやっぱあったみたいですね。すげえ暑かった。でさっき、明日から乗るバイクの鍵を渡してもらってですね、くじ引き方式で好きな番号を選んでみたんですけど、まあ、このバイクがですね、何のバイクか僕まだはっきりと分かってないんですけど、ホンダのバイクでセルがついてるということなので非常に安心ですね。じゃあ今からちょっともうこれびっちゃびちゃなんで、びっちゃびちゃなんでシャワー浴びます。川の近く、はい、こんな感じのですね風情のある乗り物できました。これ乗り合いバス形式でですね、大人10人ぐらい詰め詰めで行けるかもしれないですね。でなんかね、何これ値段表記とかね、1人30バーツ払ってある程度の距離走って、で途中で降りたりとかできるみたいで、であの乗り物の中になんかボタンがあってそれを押すと途中下車をさせてくれるらしいですね。で30バーツが1バーツまあ 3. 点何円とかですかね。だからタクシーって考えるとむっちゃ安いですね。今こんな街並みのとこに来ました。はい、後ろに見えますがですね、これですね、これアイアンブリッジっていう名前だそうです。正しい名称かどうかわからないんですけど、でなんかバスバーっていうなんかバスが止まってるなんか屋台っぽいところに来ましたよ。ここでですね現地の料理食べれるそうです。Can't you feel